はいどうも、マナマンです。今回は史上最高クラスのエージェントですね、ベスト分戦14-2015のガチャが来てるんでやってみたいと思います。枠15開けたんで15回いきたいと思います。25日の月間チャンピオン大会に向けての選手補強。走ったレバンドスキーか。まあまあ、まだ黒はいっぱい出るってことで、お願いします。各国リーグのベストプレイヤーを含む10ベスト11の受賞者など総勢60人以上って書いてるけど、60人以上か。でも60回ぐらいガチャできたら結構揃う感じかな。ただ金以外でお願いします。走るねみんなに。これは、おお、まだ黒が出る。お、これサンチェスっぽいな。サンチェスやな。オッケーオッケー。ペドロに変わる。いいんちゃうかな。右で使える選手が出てきた。まだ、あとキーパーでノイアーとか出てくれりゃ神やけど。おお、黒が出る。パイエ知らん選手、全く知らん選手。まあ、各国リーグやからな。ブラジルもあるしアルゼンチンもあるってことやろね。ここで金が1回。金。めっちゃ顎が長かった。リアルフェイスかな。よし、くるくる。誰だ、全く分からん選手。でもまた60杯以上が来るやからね。いやー、まだメッシとかが入ってるよな。メッシ、クリロナがこん中に。そう考えると夢のあるガチャやね。テリーか、またテリー。俺持ってた気がするんだけど、売っちゃったやつかこれ。また引いちゃった感じ。一回引いてるよねテリー、そんな記憶があるんですけど。走っていいよ、走ってください。誰だ、リカルドのレイです。あと何回やろ。19万ぐらいあったからもうちょいか。まだまだか。
わ、金が出ちゃった。あと6回ぐらいか。あと5回か。このガチャでメッシとかと逃げときたいぞ。うわ、パストーレか。パストーレも持ってた記憶あるんだけど。マジか。黒の確率が 61% やけど、まだまだ。まだまだ黒が出るよ、これ。出なかった。髪型よ。髪型よ。あ、間違えた。さあ、黒は出るけど全く分からん選手かな。トーニー、あと2回か。あと2回で終わっちゃうのか。よし、まだ黒が出るだけど、ロナウドは出てこない。ラストかな。60%、 60% でお願いします。うわ、そっち側回っちゃった。金ですよね、ですよね。髪型よ。多分これで終わりかな。15回やって、まあ、右のウィングのアタッカーかな。何とかサンチェスはありがたいね。ちょっと補強ができた感じがするんですけど、これじゃねえな、これか。使ってるチームに対しての補強としては、ここにサンチェスとか入れるのはでかいね。ペドロよりサンチェスのが多分いいかな。連携見てなかったけど、まあ大丈夫やろ。左かな、問題は。何とか、何はどうなんでしょうかね。何、サイドハーフやったっけ。スタミナ、お、スタミナ83もある。ただファルファンよりいいかもね。ただです。お、81、いいね。いやー、でもセンターフォワードが
出てこんかったって感じか。トーニーとかいるけど、レバンドフスキーもいるけど、みたいな。まあ、イブラいるから、まあもう一人はスピード速い選手を一人置いとく感じかな。まあコンペは多分、このメンバーで挑戦するかな。ちょっと何、あ、連携下がらんね。チームスピリット下がらない。このメンバーで挑戦できればいいかなと思いますね。はい、では、今回は、ベストオブ2014-2015の史上最高のガチャでしたね。はい、では、今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。